今回紹介するのは「柳瀬隆明日を開く言葉」という本です小さな手のひらでも幸せはつかめるなど心に響く柳瀬隆の言葉を紹介アンパンマンの生みの親が示す生きるヒント柳瀬隆さんの言葉とエッセン集。今でこそ子供に人気のアンパンマンだが彼が生み出されるまでの苦労 そして思いには並々ならぬものがあった。人の空腹を満たすことが使命のかっこよくない、傷つくことを覚悟した、献身のヒーロー、アンパンマンがこんなにも深いものだとは想像もしていなかった。バイキンマンのキャラクターも敵だけどパンにとっては必要な存在、正義か悪か。 1一面しか持った人はいないという柳瀬さんの哲学が伝わってくる悲しみと喜びも表裏一体である喜びだけなら感じることはできない悲しみがあるから喜びを感じることができる他にも深く感じいる言葉がたくさん詰まっていた子供から大人まで広く読んでもらいたい一冊以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。